西口大野駅は福島県双葉郡大熊町大技下野城大技大野にある東日本旅客鉄道常番線の駅である1898年に富岡駅と長塚駅の両駅が設置されたが大野村からはどちらの駅も遠い状況であったこのため1903年に大野村会において停車場誘致を議決したその際の契約は 駅設置に関する3600坪を村で買収。これを日本鉄道株式会社に大野村名義で無償状とする。ただし設置は村受け置いとする。であった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎は1987年に改築されたものでエレベーターが設置されている。震災前の当駅二葉駅間は伏線で当駅は 島式ホーム一面二線を有していたが、上り線の敷地に速道を設けて、非常時の避難道としても活用するため単線化された。スマートステーション4エクスプレスを導入している、無人駅で離せる指定席券売機が設置されている。JR 東日本によると、2000年度から2010年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。 なお、2011年3月11日から2020年3月13日までは、前述の通り営業休止となり、翌3月14日の営業再開以降は、無人駅となったため、2011年度以降の統計値は公表されていない。大熊町の中心部に位置している。当駅から国道を挟んで東方に、福島第一原子力発電所があり、最寄り駅となっていた。 駅周辺は福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域内であるが特定復興再生拠点区域に指定されており先行して2020年3月に駅構内及び駅前の避難指示が解除されたので駅構内及び駅前には自由に立ち入ることが可能であり駅から周辺部に通じる主要道路も通行可能であるこれ以外の駅周辺部の 特定復興再生拠点区域については2022年春以降の避難指示解除を目指している。新庄版交通の富岡、浪江方面への路線が発着する。駐車区出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。